おはようございます、こんにちは、こんばんは。ライバードリノリです。今日はですね、友達とコラボです。さあ今日はどんな方が一緒にコラボしてくれるんでしょう。皆さんを楽しみにしていてください。それでは少々お待ちください。今から合流していきたいと思います。すごい、来ました。すごいっていうかさ、来ました。しっかりと雨や、はい、そうだよね。しっかりと晴れ男誰もいなかったじゃん。誰もいなかった、ね、エンタメやっててみんな、はい、やばい。 いや雨から晴れてくるんだよ。 ありがとうございます。ビデオ回ってもいい、私も。どうぞ。ありがとう。おはよう、ノリノリ。ありがとう。はい、おはりょうさん。おはよう。どんぐりさん、おはようございます。お互い取り合ってるっていう。おはおは。どうやって乗ればいいのこれ。普通に乗っていい。いや、傘閉じて、まず。ちょっと何、まず傘閉じて。まず傘閉じて、当たり前。お邪魔します。どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日は皆さん何時に起きましたか。今日はね、5時。今日は、そんな早いの。早すぎ。お化粧とかあるから。俺は7時。あと髪染めてた。俺も7時前ぐらい。それで間に合ったの。髪染めてたらやばくない。今この間にこの間にみんな軽く言ってたけど。確かに。拾ってあげようよ。こんなエンタメ界の人しか集まってないんだから拾ってあげてよ。確かに今髪染めてたって。もうなんかあまりにも自然に言いすぎるから、うん、当たり前のことだと思うんですよ。なんかしてみたら思ったより変な色になっちゃってやばいってなって。あ、だから今その色なんだ。そう、うん、めっちゃ変わったなって思った。確かに、ね、朝8時半にみんなで集合して、うん、そこからノリノリが車を出してくれて、はい、今からなんと、はい、どこに行くんでしょうか。日光です。はい、日光。まずは日光東照宮、うん、であいにくの雨ってまさか天気はなんと雨です。ノリノリなんでダイエットしてんの。いや、もしかしたらテレビの番組が決まるかもしれない。もうやっぱね、テレビに出るときは僕、うん、あのダイエットするんですよ、いつも。わかる。5キロぐらい落とす。いや、もっと落とすかも。5キロか。もっともっと多分。俺は基本2キロなんだけど、今日撮影あるっていうから、うん、はい、俺が勝手に撮るって言ったら36時間、6時間で2キロ痩せてきました。すごい、すごいね。57.8キロ、7キロからだいたい51.7。俺今日パフォーマンスするときはさ、51.2 から51.6って決めてんだけど、すごい。今日撮影だから、うん、そんなに動かないから、うん、このぐらいでいいかなと思って。すごっ。そうよ。意識高。いやいやいや。高いっすよ。私なんか今日車じゃなかったらがっつりラーメン汁を食べてこようかと思ってた。どういう理由？ニンニクだ。そう、ニンニクで臭いの迷惑だと思ったからやめたけど、うん、本当に。あ、昨日の時点で。昨日夜。うん、どうやって痩せんの、ノリノリは。俺はね、炭水化物を抜く。油が多いから。うん、俺はね、それが一番痩せやすいってことは分かった。ねえ、この4人がなんでいるのか。確かに。ノリノリ、俺が補足するから、じゃあノリノリ喋って。オッケー。このメンバーだと、うん、あ、そうだね。あれ、年始か。あ、年末だっけ。年末か。年末にね、リカッチと最初あの忘年会しようっつって、うん、でなって。俺は亮太くんに声かけて。しかもなんでだっけ、同年代忘年会でしょ。あ、そう同年代、ある程度年が近い人だ。意味わかんないよ。そうだそうだ。平成生まれの人でやるみたいな。そう俺34歳。俺も34。あ、ごめん、かぶった。33歳。そう、そうです。じゃあ3人がためか。だって同年さん33歳なんだ。一番年上。広くない、同年会忘年会って。ひどいなこひどいなことですよ。はい、でそれで、うん、それであれだよね。で同年会っぽいやつ探そうってなって、うん、俺がノリノリ呼ばれて。そう呼んで。それでどんぐりさんは私が呼んだ。ああ、そうこのつながりだ。じゃあ一周ぐるっと一周して。そうだね。でもともと僕はノリくんとは事務所に所属してた時から、うん、現役だった頃から仲良くしてて、うん、俺のさ、その、そうだね、宇宙6の
舞台とか見に来てくれたりとか、うん、よくしてくれてたのよ、うんうんうん、車で送ってくれて、車で迎えに来てくれたりとかもしたんだよ、劇場まで、アッシーじゃん、マジで本当に、え印象悪い、やめ違え、違う、アッシーじゃん、印象悪いから今アッシーではない、うん、で本当にその頃から仲良くさせていただいて、そう、この縁があって、まあ、僕がよくわかんない輪にいるわけですよ。いやいや、よくわかんないって言わないで、ま、モノマネなんてしたことないのに、このモノマネ集団にいるわけです。される側なのにね、どちらかといえば本当ですよ、そういう、ね、出会いもあって、そうそうそう、忘年会から始まって、これに今から日光行くんですけど、日光に行く案もノリノリが、ね、うん、あ、そう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 、出してくれて、あれなんで俺これ、あ、そうか、見終わった後ぐらいに、そうそうそう、あ、そうです、この間いや、本当に涼太くんのやつか、主演舞台があって、うん、それを、うん、この3人が見に来てくれて、そう、そのノリで、そうです。こういうノリになった。はい、行こうって。あ、そうだね。その後、打ち上げ。そう、打ち上げやってて、うん、なんかこのメンバーでなんか みんなでなんか、旅行行きたいね、みたいになって。うんうんうん。まあ、日帰りでもいいから旅行行きたいね、みたいになって、うん。で、いつの間にかもうグループラインができて、結構早かった、スパンが。そうだね。その話からのね。確かに。本当にもうちょっといろんな人に声かけたんだけど、うん、手が合わなかったりとか、ね、そうだね、そのグループラインもうちょいいるんですよ、そう、本当に10人近くぐらいいて、うん、でそれでいるよね、7人か、うん、俺盛る性格だから気をつけてね、うん、確かにいつも話持ってるかもって思った、うん、やめろやめろどっちさんやべえやつ、うん、そう、リカッチはやばいから、うん、リカッチさんはやばい、いや、バラエティーの取り高を考えて今、そうだね、そうだよ、本当にそれを考えてやったのか分かんないんだけど、考えてますよ、で一応テレビ出てます、本当に初めて、うん、この間その忘年会で会ったのにもかかわらず、うん、こうやって舞台も見に来てくれたりとか、日光行ったりとか、リカッチさんで次、リカッチさんなんて次の僕のライブが5月4日にあるんですけど、うん、それにも出演してくれるんですよ、あ、そうじゃん、ありがとうございます、なんかすごい素敵な機会に呼んでいただけて、本当に、私はモノマネで、うん、のりくんとはジャニーズ軍団っていう、うん、そうだね、モノマネから知り合ったんだよね、なんかフジテレビさんがやっているモノマネ番組の中で、うんうん、ジャニーズモノマネの軍団がいっぱい出てくるっていうコーナーがありまして、そこで2人で知り合って仲良くさせていただいてるんですけど、私がキスマイフット2さんの藤ヶ谷太輔さんのモノマネを実は顔にドーランと粘土をつけてモノマネさせていただいてるんですよ、うん、でそれでりょうたくんがぜひ5月4日にライブ出ていただけませんかとお話くださったので、すごい楽しみにしてます、うん、はい、そうだね、びっくりしたもん、広告見た時にめっちゃ踊ってやる、めっちゃ、いや私ね、なんか宣材写真ありますかって言われた時にぶっちゃけ持ってないの、持ってないの、いや、あの顔で撮らないよ、撮らないでしょ、だからどうしようと思って一回なんか週刊女性プライムかなんかで取り上げていただいた時の藤ヶ谷さんと私の対比、なんか比較してる画像があったから、うん、あ、それでいいやと思って送ったの、そしたらなんか涼太くんから折り返しいただいたフライヤー見て、うん、こんなにでかい子写すみたいな俺も笑った何これなんか私せいぜいゲストだからもうちっちゃくその隅っこの方に、うんうん、かっこいい元ジュニアの方たちに並んでの下の方にいるのかなと思ったら、なかなかでかくでびっくりしてる、でっかくやっていこうよ、で元ジュニアの子もね、はい、2人ぐらいいるんだよね、はい、そうそう、めちゃめちゃ笑っちゃってすごい面白いライブになるんじゃないかなって、ぜひ今度は見に来てください、5月4日、5月4日のりこ早く編集してね、はい頑張ります、5月4日過ぎてたら終わってるから、確かに、そうだね、で当たり前のように過ぎた頃に出てるんだろうなで笑いすみませんとか言ってテロップに入ってんだろうなしかもこのシーン全カットされてるかもしれない間に合わなかった間に合わなかったはい、でそれで今改めて自己紹介の動画を撮ろうと思ってます、はい、どうぞ、はい、自己紹介しましょう、じゃあ、はい、まずはい、リカさんです、はい、私こそ孫悟空の初代孫パンちゃんよDB 芸人のリカチです、どうも
相葉のりのりのチャンネル、初めて来ましたよ。はい、どんぐりさんです。どんぐりさんもしかしたらなんか謎な人も多いかも。あ、確かに。え、どんぐりさんあんまりみんな知らないんじゃない。まず名前まだ言ってないんだけど、ずっとみんなどんぐりさんどんぐりさんって言ってる。俺自己紹介必要ねえんじゃないかって。T シャツも見てごらんなさい。あ、本当だ。モノマネ芸人のどんぐりです。お願いします。はい。誰のよくモノマネ。普段誰なの。普段は小島よしおさんをやってて。はい、いろいろやってるよ。うん、ただ体重が30キロ増えたんで。30キロ、はい。だんだん安村さんの方になってきました。お願いします。山本亮太です、はい、今はアーティスト活動かな、はい、まあ、タレント兼アーティスト活動をいろいろやってます。そうだね、現役でもね、はい、事務所を辞めてからも、独立して3年間ぐらい、はい、もう3年独立して3年かな。3年も経つ。経つね、はい、でいろいろ今ではこういろんなステージに立たせてもらったりとか、はい、舞台にこう仕事をね、舞台のお仕事をいただいたりとか、はい、今後もちょっといろいろな活動がありますので、はい、ぜひ楽しみにしててください。はい、相葉のりのりです。はい、嵐の相葉くんのモノマネしています。なんと嵐の相葉くん1本です、うん、っていう4人で、はい、今日は旅に行っております、はい、おります。